回の絵本は、尖山の冒険、風の草原。第7章、嘘の話は嘘？時々草原の上を急ぎ足で走っていく風の音とは別に、遠くで風のうなる音が聞こえてきた。尖山で生まれた風が山を駆け下り、森を吹き抜けていくところだろうと思った。生まれたての元気のいい風たちに違いない。音はだんだん近づいてくる。もう森を抜けて草原までやってきたのだろうか。テント、起きているかい？わしはリュックのポケットで寝ていたテントに声をかけた。起きてる、僕。風の音、聞こえるかい？風の音？そのままそこにいろ。強い風が来たら飛ばされてしまうぞ。わしが構わず歩いていくと、風の音はどんどん近くなって、ドドドドと地面を揺らし始めた。草がなくなって目の前が急に開けた。風は吹いてこなかった。音だけが崖の下から駆け上がってきた。それは谷川のうなり声だった。深い谷が口を開けていた。風じゃない、谷だ。ほら、テント見てごらん。テントはリュックのポケットを出て、わしの頭に登って谷を覗き込んだ。岩と岩の間を水たちが押し合い、ぶつかり合い、砕け散りながら走っていく。音はしぶきと一緒に岩の壁を駆け上がって、わしの体を突き上げた。ドド、ドドという谷川のうなり声にすっぽり包まれたまま、わしたちは岸の細い道を進んだ。突然、黒い影がわしたちの上に覆いかぶさってきた。なんだろうと考える間もなく、わしは夢中で谷と反対側の草むらの中に飛び込んだ。黒い影はヒュッヒュッという鋭い音を残してわしの頭の上を通り越して谷の方へ飛び去った。鳥だった。谷の音で羽の音が消されてすぐ近くに来るまで気がつかなかったのだ。草むらに飛び込んだ拍子にテントも草むらの中に放り出されたらしい。姿が見えない。テント、わしが小声で呼ぶと、アザミの墓陰から大きなカマキリが顔を出した。カマキリは食べかけの少量バッタを釜で掴んでいた。三角の顔を動かしてわしを見た。鳥のやつ、狙いは私じゃなくてトガリネズミだったんだね。物騒なことだよ。ゆっくり食事もできやしない。カマキリはまた三角の顔を動かして空を見上げた。その時、アザミの根元の枯れ草の下からテントが出てきた。テントは枯れ草の上を走ってわしの尻尾から頭へ戻った。トガリ、危なかった。うん、危なくさらわれるところだった。しばらく様子を見ていたが、鳥は戻ってこないようだった。あんたたち、早くどこか行ってくれないかい？今、私は食事中なんだから。カマキリがイライラしながら言った。きっとわしのことが気になったのだろう。わしが殿様バッタを食べたばかりだってことは知らないからな。
わしたちは岸の細い道に戻った。谷の向こう側は深い森になっていた。岸の道を進んでいくうちに、尖山は森の影になって見えなくなった。尖山へ登るには、どこかでこの谷を渡って森の中の道を行かなければならないはずだよ。僕は飛べるけど、トガリーはどうやって渡る？どこか渡れるところを探さなくては。わしたちは時々谷底を見下ろしては渡れそうなところを探した。谷の流れは激しく、水しぶきを上げて岩の間を駆け下りていく。渡れそうなところはなかなか見つからなかった。しばらく行くと、岸に大きな岩があるのが見えてきた。真っ黒な岩で、崖っぷちに今にも転がり落ちそうになって立っていた。道は岩の周りを半分回って先へ続いていた。なんだか妙な岩だった。わしは岩のそばまで行くと立ち止まって眺めた。この岩、なんだか変だと思わないかい？わしが言うと、この岩変？頭の上のテントがつぶやいた。確かに岩だけど、なんだか生き物みたいに見えないかい？生き物？ほら、何か大きな生き物がうずくまっているように見える。うずくまっている？わしとテントは草の中に転がっていた小さな岩に登って、変な岩を見上げた。そうだ、猿だ！わしは思わず叫んだ。大きな猿が岩になってうずくまっているように見えた。猿だ！そうだ！テントもやっとわかったらしく叫んだ。あそこが目、あそこが肩。ほら、左手を顎に当てている。本当だ、当てている。よく見ていると、ますます猿に見えてくる。岩の猿だから岩猿だね。わしが言うと、岩猿だから黙っている。テントが言った。岩猿の頭の上に登れば尖山が見えるんじゃないかな。しばらく尖山を見ないで歩いてきたから、方向が心配になってきた。僕見てくる。わしはてっぺんを作ってやった。えい！テントは小さく叫んで飛び立った。岩猿の頭のあたりまで飛んでいくと、テントはすぐに戻ってきた。見える見える、尖山が見える、てっぺんが見える。テントが声を張り上げて叫んだ。何？てっぺんが見える？わしはそれまで尖山のてっぺんを見たことがなかった。いつだって雲がかかっていて、めったに見ることはできないんだ。わしも尖山のてっぺんが見たくなった。だが、岩猿の体はツルツル滑りそうで、よじ登るのはとても難しそうだ。どこか登れそうなところはないかと、岩猿の体を見回した。岩猿の足と足の間に狭い隙間があった。そこから体の中に入っていけそうだった。ちょっと中を見てみよう。テントを頭に乗せて岩の間をすり抜けると、中は案外広くなっていた。ドドドドとなっていた谷川の音が急に静かになった。あそこ光ってる！テントが言った。見上げると、ずっと上の方からわずかに緑色の光が差し込んでいた。岩猿の体の中は柔らかい苔に覆われていた。空気はもう何年も動いていないように重く湿っていた。あそこから外へ出られるかもしれない。僕様子を見てくる。テントは薄暗がりの中でわしのてっぺんから飛び立った。テントの体は緑色の光の中で小さな黒い点に見えた。光の入り口に着くと、テントが叫んだ。外が見える！テントの姿は光の中に消えた。でもすぐに戻ってきて、また叫んだ。
ここから尖山は見えないけど、岩猿の頭の上に登れそうだよ。よし、なんとかそこまで行くから待っててくれ。わしの声は岩猿の体の中でうおーんうおーんと響いた。わしはふかふかの苔につかまりながらゆっくり登っていった。光の入り口はわずかな隙間だった。外にあふれる光が透き通るように輝いていた。だが隙間は思ったより狭くて、わしが外に出るのはとても無理だった。すると下の方でテントの声がした。ここだったらトガリーも出られる。声のする方に降りていくと横穴があり、そこからもわずかに光が差し込んでいた。トガリー、ここここ。外でテントの声がした。わし一人やっと出られるくらいの穴が開いていた。外の光は眩しかった。岩猿の体の中にいたのは短い時間だったけれど、森の緑色が前よりもずっと輝いて見えた。テントの体の赤い門が光を浴びて鮮やかに燃えていた。